皆さんこんにちは、ルートン先生です。今日も算数の裏技をやりたいと思うんですけども、じゃあ5をかける計算の裏技です。前回の授業の時に、偶数編というのをやったので、今日は奇数編っていうのをやってみますね。じゃあ奇数の時はどういうふうに計算したらいいのかっていうのを、まあ、見てみましょう。例えばじゃあ一つ例題を出したいと思うんですけども、じゃあ 343×5 っていうのを、やってみますね。じゃあまず、最初の手順なんですけども、今回は、この状態から343の状態から、まず1ここから引きます。じゃあ343から1を引くと、まあ、342ですね。でこの状態で、前回の時にやったですね、これを2で割るっていうのをやっていきます。そうするとまず34割る2をやると、じゃあ17、そして2を2で割ると1なので、342割る2は171になりますよね。それをそのまま171っていうふうに書きます。そして前回の時はこの後1の位に0を付け加えて終わりだったんですが、今回は1の位に5という数字を付け加えます。これで計算ができたということになるんですね。じゃあこれも見てみると、なんでこういうふうになるのかな、なんでこれでできてしまうのかなっていうふうに頭が悩めてしまう、悩みが尽きなくなってしまうと思うんですけども、なので、これも、違ったもっと簡単な例を出して説明したいと思いますね。じゃあまず、これを比べてみましょう。 11×5、まあ、これであれば、大体皆さんですね、暗算で55っていうふうに出せると思います。で同じように前回ですね、 10×5っていうのをちょっと見てみたんですが、まあ、10×5 ももちろん暗算で50っていうふうにはできますよね。さあ見てみると、 11×5 と 10×5 っていうのをちょっとここ注目してみましょうね。じゃあこの11から1を引くと、まあ、10になりますね。で 10×5 はまあ50で、 11×55 なんですが、ここの違いというのは、まあ、5の段が1つずれてるだけなので、もちろん差は、まあ、5だけっていうことになるわけですね。まあ、50と55の差は5なんですが、それはまあ5の段が1つ違ってるからですよっていう感じですよね。そうすると同じようにここの例、342×5 をする際に、342を2で割って、で0をつけると、まあ、342×5 の計算ということになるんですが、ちょっと書きますね。 342×5 の計算の場合は、342を1回2で割って171を出し、そして1の位に0を付け加えるっていう内容、これが前回の内容でしたね。で、まあ、342と343は5の段で1つ違いなので、ここの0だった部分が、まあ、5になるだけ。こういう仕組みで奇数の場合も解けるということになるんですね。じゃあちょっと桁を増やしてもう1問ぐらいですね、やってみましょう。そうすると、じゃあ8、4、6、5、かける5。じゃあ 8465 かける5っていうのをちょっとやってみましょうね。じゃあまず第一のステップは、ここから8465からマイナス1をして、そうすると8464っていうふうになりますね。じゃあ 8464×5 の計算をする、これを裏技で前回のようにやると、まずこれを2で割って4232、これをここでそのまま4232というふうに書きます。そして1の位は奇数の場合は5というふうに書き込む、
これでもう答えが出たということになるんです。じゃあすごくですね、楽しくできましたね。早くできましたね。ということで、皆さん、この計算方法もぜひ活用していただきたいと思います。でまだまだルートンチャンネルでは、裏技ですね、たくさんやっていきますし、まあ算数だけではなくていろいろなこともやっていきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。では今日のレッスンはここまでです。ありがとうございました。I hope you enjoyed this video. If you liked it, please don't forget to subscribe. See you next time.